What's up YouTube? どうも皆さん、ワールドキャッチーズのりょうたです。今日僕はですね、これからコロナワクチン2回目お家に行くんですけども、なんかワクチンの2回目っていうのはとても高熱が出たり、あの副反応がたくさん出るって言われてるんですよ。で、僕考えたのが、副反応をもしかしたら予防できるんじゃないか、そんな食材がですね、いや料理か、日本には存在するんですよ。その名もね、ラーメン二郎。ラーメン二郎です。日本で一番有名と言っても過言ではないラーメンです。あとプラス亮太が一番好きなラーメンです。これを食べればもしかしたらコロナワクチンを打った後に発熱、倦怠感、腕の痛み、これらをね全て防げるんじゃないかという、それほどのね料理でございます、ラーメン二郎。まあ効果といたしましては、ニンニクがふんだんに使われています。これは滋養強壮効果があります。間違いなくコロナワクチンの副反応を吹き飛ばしてくれるでしょう。そしてあの油、豚、麺、彼らは間違いなく体力の源となってコロナワクチンと戦ってくれるでしょう。で、これ副反応を抑えられたら特効薬としてラーメン二郎今後使われていくべきだと思います。それではね、今から早速ねコロナワクチンを打ってラーメン二郎方に向かっていきたいと思います。それではレッツゴー。ニンニクマシマシ野菜油でいただきます。ということでね、今見ていただいたのがラーメン二郎でございます。私もう確信しております。一口目食べた瞬間に確信しました。熱出ません。確実に勝ちました。自信を持って勝ちました。注射打ってから3時間ぐらい経ったんですけれども、全然元気ですね。まあ、このままね、数時間おきにカメラ回してね、常にこの体調を皆さんにお伝えしていきたいと思います。負けないぞ。はい、今ね注射から約5時間経過したんですけども、ちょっと左腕が痛くなってきましたね。上がりはするんだけどね、ちょっと痛いね。まあ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 、まだこれは負けじゃない。二郎は負けていない。引き続き経過観察していきたいと思います。うわ、注射打ってから10時間が経過しました。で、今お昼寝して、熱測ったんですけど、まだ平熱で、腕の痛みもねそんななくね、これ勝ったんじゃないかなって思ってます。僕らとしてね、ドラッグストアに置くべきです。このままね、引き続き明日の朝までね、経過観察していきます。もう明日の朝まで熱が出なかったら勝ちです。ありがとうございます。じゃあ、はい、今ワクチンから12時間約半日経ちました。ですね、ここで一つ致命的なミスを犯してしまいました。なんと1時間の長風呂をしてしまいました。これは痛い。正直ね、失敗だと思います。1時間もお湯に浸かっていたんで、もうおそらく体力はもう奪われたんじゃないかなと。ちょ、ラーメン二郎がね、僕のこのお腹、まあ今のところ体温もね平熱を維持しており、まあ、腕もねこんな上がる。見て、こんな上がるの見ていくよ、こんな上がるの痛みもね1回目に比べると本当にない。ちょっとね、この1時間の長風呂、これだけがねちょっと痛かった。11時ぐらいかなんですけども、ちょ、早めの就寝してね、明日の朝の体温測定に備えたいと思います。ありがとうございました。はい、注射打ってからね24時間が経過したんですけども、一つは体温見ます。検証結果、ラーメン二郎はコロナワクチンの副作用を抑えることができます。まあでも素晴らしい検証結果ですね。ぜひともね皆さんに真似していただきたいと思います。腕上がる、倦怠感もないし熱もないし、今から遊び行っちゃうぐらい元気です。すげえな、ジロー結局やっぱジローが釣りっていうことですね。
皆さんもっとジロー食べてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。